どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室がずれるのガズでございます。本日はですね、ちょっとね、皆さんにお役立ち動画をちょっとシェアしたいと思います。今、皆さんガズレレ YouTube でお伝えしているように、お台場で初のガズレレ×Gラボのポップアップショップがオープンしておる真っ最中なんですけれども、今日3日目で、昨日、一昨日と開催してきてですね、ちょっと面白いことをたくさん発見したんで、ちょっとね、その辺のことについて、試し弾きをするという Gラボのウクレレ、いろんなウクレレをバーッとこんな感じで並べてってさ、みんないろんな風に弾いてお試しいただけますよということを言ってるんですけど、ウクレレの試し弾きっていうの思想ですよね。皆さん、ウクレレの思想ってどうしたらいいんですかっていう方結構多かったんですよ。いや、思想って言われても私何にも弾けないし、何やったらいいかわかんないんですけど、下手だしとかいう話があったんで、じゃあ今回はですね、特別動画としてウクレレの試し弾きとか思想をするときにどんなことに気をつけてどんなことをしたらいいのか、こんなお役立ち動画をお届けしたいと思います。この G ラボのイベント以外にもね、街の楽器屋さんとか、例えばお友達とか仲間のウクレレをちょっと弾かせてもらうっていう、そういうね、試し弾きの機会ってあると思うんですけど、どんな点に注目したらいいか、10個のキーポイントに分けて、今から解説していくぞ。はい。この動画もしかして初めて見てくださってる方もいるかもしれません。ウクレレめちゃくちゃ簡単で楽しくてすぐできますよ。興味持った方、ここから、ウクレレスタートしてください。めちゃくちゃ分かりやすく、なってるページに飛びますからね。ぜひ、またここに戻ってきていろいろ楽しんでいきましょう。はい、じゃあまず1個目いきます。まずね、思想するっていうことなんですけど、じゃあ楽器屋さんとか、G ラボのイベントに来た時を想定しましょう。そしたら、まずウクレレってね、大きさがあるんですよ。はい。これ今持ってるのソプラノサイズですけど、もっと大きいコンサートサイズっていうのとか、テナーサイズっていうのもあったりしますね。で、これまずね、楽器屋さんの店員さんとか、その G ラボのスタッフたちも、なんか弾いてみたいんですとって言った時に、どのウクレレが弾いてみたいですかって聞かれると思うんですね。で、それはですね、いつも自分がソプラノだから、ソプラノとか、いつも私がソプラノ使ってるからコンサートとか、まあ大体漠然と決めてると思うんですけど、ここで1個目はね、いろんなタイプのウクレレをせっかくだったら弾いた方がいいと思います。テナーウクレレは全然私興味ないですと言いながらも、いざ弾いてみたら、あれ?こんな素晴らしいめくるめく世界があったのって思うかもしれないし、逆にテナーウクレレとコンサートしか興味がないですっていう人もソプラノウクレレ弾いたら、あれ?こんなにいいものだったのっていう発見があるかもしれないでしょ?そういうことでですね、この面白い発見の目をね、ついでしまったらもったいないと思うんで、せっかくだったら、もし可能であればね、いろんなサイズのものを、いろんな種類のものを弾いてみるのがいいと思います。これがまず第1個目です。はい、じゃあどんどん次いきます。次2個目はですね、どのウクレレを手に取った時でも、ここをね、見てもらうのいいといいかなと思うのは、このフレットのところをこういう風になぞってもらう。こんな風に指でなぞってもらって、ここがね、たまにですね、もう、怪我するほどとんがっちゃって、バキバキにこう、要はフレットのバリって言うんですけど、そういうのが出てるものがあるんですよね。そういうのっていうのはね、弾いてる時にパッとこういうスライドした時とかに、こういうとこ本当に指が切れちゃったりする時もあるんで、これね、新しいウクレレと結構大丈夫なんですけど、使ってると、湿度とか管理の時の状態で、ウクレレのね、木が反ったりするんで、いくらいいウクレレでもここね、こういう風にちょっと、バリが出てくる時があるんですね。そういうのがまず、買う時に出てないかっていうのはチェックした方がいいと思います。もし皆さんお持ちのウクレレがバリ出てきちゃったら、楽器屋さんに持ち込んで、直してもらうのもいいと思うんですけど、ちょっとだったら、ガズの場合は、乾燥とかでもなっちゃうんでね、ヤスリで、金ヤスリでちょっと尖ってるとこ削ったりするだけでもだいぶいいと思うんですけど、まずここが2個目のチェックポイントです。フレットのバリを確認する。はい。これが2つ目。じゃあどんどんいきますよ。次、3つ目のキーポイントです。3つ目はですね、ここから結構大事なことになるんですけど、ネックの握り方です。ここのネック、ここの部分ですね。こうやって握るとこあるじゃないですか。このネックの、ここが太いとか厚いとか丸いとか三角形だとか、この握り具合ってね、かなりね、ウクレレのメーカーとかブランドによって違うんですよ。同じメーカーのウクレレでも結構これ握り心地って違いますね。なんで、握ってみてます。あ、これちょっと自分の手にしっくりくるかな、来ないかなって、このネックの握り、まず音出す前に、こうやって握ってみるとわかるから。はい。いつものようにこう握ってみて、あ、このウクレレってすごい三角っぽいなとか丸っこいなとか太いなとか薄いなとかそこら辺をね、チェックしてみる。自分の好みがね、そこでわかるかもしれません。はい。はい、じゃあどんどんいきます。4つ目。今度はですね、いよいよ弾くところに入っていこうと思うんですけど、1フレットに注目です。1フレット。1フレットっていうのはですね、ここですね。1フレット目。ここの原稿が高いと、例えば A シャープというコードとかって、こうやって押さえてちょいちょいと押さえてる。ここが、こういう風に押さえたりするときに、すごい力いるんですよ。ここの原稿が高いと。で、Gm7 とかもここギュッと押さえてこうだったりするでしょ。この1フレット目っていうのが一番押さえるのが一応難しいんですよね。この正波とかバレーになると特に。なので、こうやって、まず1フレットを全部押さえてみて、あ、楽に抑えられるから、綺麗に音が出るからっていうのを確認するのとかすごく大事ですね。で、やっぱり、弾き語りの場合は特になんですけど、原稿が低い方がやっぱコードを抑えやすいから、おすすめなんですけど、ただし、原稿が下がれば下がるほど、音はちょっとずつね、犠牲になっていくんですよ。いい音を求めるんだと、やっぱりちょっと原稿高い方がね、綺麗にクリアな音が出るんですけど、そのさじ加減が、まあ、ウクレレのそのメーカーの、まあ、こだわりというところはあると思うんですけど、ちなみに、ガズレレと G ラボのウクレレは、原稿はですね、ものすごい低めに設定をしています。弾き語りの時にやっぱコードを抑えるのが多いんで、ガズレレの G ラボのウクレレは原稿すごく低めのセッティングですけれども、これは好みっていうのもありますからね、他のウクレレ弾く時も1フレットどのぐらいの原稿なのかなっていうのをチェックするのがいいと思います。これが結構大事。はい。じゃあ次、5つ目のキーポイントいきます。次はですね、これ結構面白いですよ。あんまり皆さんここ意識したことないかもしれないんですけど、弾く時にまあちゃんとコードを C を押さえて、こう弾くんですけど、はい。次 F 弾きます。この時今何をこうガズは感じ取ってるかというと、右手のこの弦の張力っていうかですね、この張ってる力具合ですね。このスパーンと弾いたりとか、パーンとやると、この弦のこの指に当たる感覚ですね。ここを硬いって思うのか、柔らかいなって思うのか、もちろん弦の素材とかそういうものもありますけど、この弾き心地っていうのはまずね、この弦の張力。漢字で言うとこの張る力って書きますけど、これがですね、結構大事になります。なんで、あ、これはなんかしっくりくるなという引き心地、この引き力のテンション、弦のテンションとも言いますけどね、これをですね、ちょっと感じてみるのがいいと思います。はい。ここでもうね、ちょっと、復習すると、まず1フレットの弦の高さと、この弦の張力とネックの握り、ここがまず第一段階ですね。握りと1フレットの高さと弦のこの弾く時の張力。これがまずですね、第一ステップのやつ。はい。ここまでで、はい、5ステップですね。はい、じゃあどんどん次いきます。次、6個目のキーポイントです。こう、例えばコードをこう弾く。例えば、最初はね、C を弾くとか、F を弾くとか、G7 を弾くとか、まあ、こんな感じでいいと思うんです。で、弾き方を最初今みたいにこう親指でトロンと弾いて、その後は、ジャンジャカジャンジャカとか16ビートとか、8ビートとか弾いてみて、アルペジオとかいろんな弾き方をこうしてもらいたいんですけど、ちょっとしばらく慣れてきたら、ちょっと見ててください。これがいいです。わかる？目を閉じてですね、こうちょっとこう、空気を感じながらこう、こんな風にね、ちょっと目を閉じて弾くっていうのが結構大事なんですよ。イメージというかこう、自分にこうしっくりきてるかなってこう感じるっていうかですね。そう。よくスターウォーズでもありますよね。don't think, feel ってやつです。これ感じ取るっていうのは目を閉じるとすごくいいですよ。これが結構ね、第6のポイントとかすごい大事になるかと思います。はい。そしていよいよ第7のポイントなんですけど、はい。ここでやっとですね、いつも普段自分が、お箱にしている練習曲、いつも大体この曲弾くよという練習曲をここで弾いていきます。なんでもかんでもだとか、When the night has come and the land is dark。 この時にね、初めてこうトータルのバランスをこう感じるわけです。いつも弾いてる自分のウクレレと比べてどうかな。やっとね、ここで、弾き比べということがわかると思いますね。そういう前提を置いてこう比べていくと。で、それでいろんなウクレレをこう触っていく。まず握りから、1フレットから、弦の張力から、あとこう全体像を眺めて、そしてやっぱいつもやってる曲で確認していく。この流れがいいと思います。はい。で、次がですね、ここまでが、なんていうのかな。プラスの方のっていうか、やってほしいこと。で、次は、逆にですね、良くない3つです。今7個目まで終わったでしょ？あとの3つはですね、ちょっと注意事項が加わります。はい。まず1個目。注意事項としての1個目はですね、腕自慢はやめとけよってことです。腕自慢って、結局その、思想っていうのは、どんなウクレレか、自分に合っているウクレレか、このウクレレってどういうタイプのウクレレなのかなっていう時に、自分がすげえだろ俺ってやっちゃうとですね、頭の思考がですね、ウクレレがどうかっていうよりは、うまく弾くとか、そっちの方に行っちゃうから、全然このウクレレが、自分にとって合ってるかどうかっていうところとは、ちょっと違うね、考え方っていうか、で、方向性が全く違っちゃうんですよ。なので、腕自慢をすごいと思われようというのは、思想ではね、ちょっとやめといた方がいいかな。さっきやった7個目までのところで、いつも自分がやってるのを最後慣れてきたらこう試してみるっていうのはすごくおすすめですけど、いきなりこう渡された途端に、すごいトライをするとか、そこで練習をするっていうのはね、これね、あんまり意味がないことだと思いますんでね。それはね、まあ、なんか、わかるよね。そんな感じです。あと次もですね、8個目、じゃあ9個目になるのかな。次も、似たような感じですけれども、誰も見ていないと思ってください。これがね、結構皆さん、恥ずかしいじゃない。なんか思想したら、例えば楽器屋さんに行ってさ、他のお客さんもいるし、店員さんもいるし、つって、恥ずかしいから、なんか遠慮しちゃったりとかして、こう縮こまっちゃったりして、なんか早く終わらせたい、もうこの思想は早く終わらせたいみたいな思考が働くんですよ。それではもったいない、せっかくね、試し引きしてるんだから、まずさっき言った、7個目までのことをじっくりこうね、時間かけて、こう、目をつぶって、こう、いつもの練習してみて、で、誰も見てない、だから目つぶるのがいいと思うんですよね。自分のフラットな状態で弾かないと、やっぱりね、このウクレレがどんなウクレレなのかってやっぱりちょっと感じ取りたいわけですから。それがね、すごく大事ですよ。誰も見てない。これはガズがよく言う言葉ですけれども、結局ね、やっぱりそういう他のことでも多いですけど、やっぱり自分がどう思うかっていうことを中心にしといた方がいいと思うんで、これが、9個目です。さあ、最後、10個目なんですけど、これも、今の流れで同じような感じなんですけど、すごく見せなくてもいいですよ。すごく見せなくても、あなたがすごいってことはもうみんな分かっているのですね。本当に、シンプルに、音の、鳴りとか響きとか、弾き心地を、自分に合うかどうか、試す。他のウクレレと比べてみる。だから、いろんなウクレレを弾いてみて、比べてみる。これが試し弾き、いわゆる思想ですからね。はい。そんなことがね、今日10個お伝えしたいことでした。ちょっとひとまとめにこうリストにしましょう、ここにね。はい。まず1個目。ウクレレの大きさですよ。これ注意。その次、ウクレレのフレットのバリー気をつけてください。その次、ウクレレのネックの握り。丸っこいのか薄いのか三角なのかみたいな、そんなことと、あと次はですね、1フレットの高さ、弦高、抑えやすいか、ちょっと高いかな、低いかな、こんな感じ。これ結構大事ですね。その次はですね、弦の張力です。右手のこの弾くときに、アルペジオとか16ビートとか、この、どのぐらいのこう硬さで柔らかさでこう響くのかなということを確認してもらいます。で、その次はですね、目を閉じて弾いてみる。こう、音も、体でこう、ボディをね、こう、ウクレレのボディを自分の体に当てて、こう響かせて、じっくり感じ取って、これが大事です。その次に、いつも練習している、当たり前に練習している曲を演奏していくということですね。で、注意事項としては、腕自慢ブーブーよー。はい。それと似たような感じですけれども、誰も見てないと思って、ほんと自分の世界に入って、その試し弾きをしてもらうというのがいいかなというふうに思います。で、最後は、同じような流れですけど、そういうふうにすごく見せなくても大丈夫。すごく見せなくてももうすごいですから、はい。そこは、ウクレレの思想はですね、そういうところではなくてね、やっぱり自分に合うかどうかという旅なんで、はい。そこら辺が、ウクレレを試し弾きする際の注意事項になるかと思います。だから、上手いとか下手とかじゃないですよ。だって、C を弾いて、目を閉じて、いい響きかなとか、抑えやすいから、これでもうね、大体わかりますからね。なんで、そんな感じで、もう自信たっぷりに、思想してください。やっぱり試して弾かないと、わからないですからね。はい。そういうわけで今日最終日ですけど、G ラボのポップアップ、お台場でやってるポップアップショップでもそんな感じでやっていただきたいし、皆さんのご近所の楽器屋さんでもきっとね、心よく試し弾きさせてくれると思いますので、いろいろちょっとね、こんなことを意識して、どんなポイント見たらいいか、これが分かってないと思想もね、なかなかちょっとね、させてくださいって言いづらいでしょうから。さあ、今日はそんなような動画を撮らせていただきました。はい。で、お伝えしてますように、ちょっとここにもリンク貼っておくとね、今、開催中のこの G ラボのウクレレイベントなんですけど、かなり盛り上がってます。今日最終日で、もしお時間ある方ね、ぜひいらしてくださったらいいなと思うんですけど、雨降ったら申し訳ないですけど、撤収になって、で、夕方5時ぐらいになったらもうね、撤収が始まると思うんですけど、ご承知いただいてですね、遊びに来ていただければと思います。遠くの方はわざわざ来なくても、こっちからまた行きますね。全国津々浦々。そんな計画にしてますんでね、よろしくお願いします。このガズのわがままウクレレはもうほんと大好評でございまして、もうめちゃくちゃいいウクレレですよ、これ皆さん。ぜひね、弾いてみたいよという方、試奏できる。これからもちょっとこの機会増やしていこうと思いますのでよろしくお願いします。それでは皆さん、楽しいガズレレウクレレライフ過ごしていきましょう。バイバイ、さよなら。そして皆さん、最新のお知らせです。いよいよですね、ガズレレと G ラボで、このね、G ラボっていうのはこのガズのわがままグレルとか作ってるチームなんですけど、イベント開催することになりました。やったー。日にちはですね、2022年の3月19、20、21の3日間。場所は、東京はお台場にある、デックス東京お台場ビーチで、行います。軽トラでね、山盛りにして、ウクレレ満載にしていきますよ。思想したり、もし気に入れば、種類によりますけど、ご購入いただくこともできます。ガズもね、毎日、そこに参加するんですけど、だいたい15時から17時ぐらいの間に、いるかなという感じですけど、まあ、それ以外の時間もフラフラしているかもしれないんですけど、まあ、もちろん、感染対策も万全にして行っておりますので、その辺のところをちょっとご了解いただいてですね、ぜひとも、お時間ある方、遊びに来てください。詳細はちょっとここにリンク貼っとくんでね、ぜひご覧になってください。このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか？これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ、ガズレレの。楽譜が見られるアプリなんですけど、この中でね、楽譜がね、いろんな楽譜が見られることになってるんですけど、1曲からでも、ワンブロックごとの、まあ、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で、今回この度ね、また40曲の新たなブロック、ボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃわかりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね、簡単版とかっこいいバージョンの2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクロール機能がついていたりとか、もう本当に新世代ですから、皆さんのスマホ、タブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。そして、この、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、この後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、ガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンで両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛、Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社、リットミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり、ね、簡単でとにかくわかりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、Amazon とか楽天ブックスさんとかもう置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これついてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴も50年以上の大ベテランが作って手作り物だとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、このガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね、予約注文とか受け付けて、またそれもね、YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛り、ガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、鍵盤楽器、ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。